さあ、それでは早速ね、皆さんリングすごいですね、こうやって見ると絵力が当たり前だ、ギニュー特選隊みたいになってますけども、うん、5人ってね、やる気はすごいですね、はい、まあそうですね、防塵がしっかりしてますけども、じゃあここから早速体験をね。そうですね、じゃあまず、まあ、プロレスっていうとみんなロープワーク、うん、みんなあれ言うんですよね、素人はゴムでできてんじゃねえかとか柔らかいんじゃねえかとか。あ、このロープ、はい、あー、まあイメージはそうですよね。あれゴムの中にワイヤー 1.6 ミリのワイヤーが入ってて、うん、もう何百トンっていうのを釣れるぐらいのワイヤーが入ってるんですよ。かなりもしっかりした、はい、じゃまずそこのロープワークをちょっとやってもらおうかと思うんですけど、じゃ早速、じゃあうちのタッグチャンピオンのオーナー、ここはちょっと教えてやって、ナッパみたいな、うわっ結構誰がナッパだって、うわっ、おいしいね、たまにタッグロープ、どんな感じでやるんですか。じゃあちょっと一回触った方がいいな、触ればいいですね、こういうもんだけど、はい、新人がやると背中にあのロープのワイヤーの跡がびっくりつきますから、はい、うまくやんないと結構自分にダメージがある。そうですよ、誰か絶対に失敗して、センさん間が悪い、センさん間が悪い、吉田さん喋ってるから今センさん何ですか、絶対にあそこ誰か投げ飛ばされた跡がドア壊れてる、ドア壊れてる、やべえぞオードがロープワークやっぱり最初ダメでできなくて、うん、あ、そうなんですか、きっちりロープをつかめっていうのをつかめなくて、はい、本当に外まで吹っ飛んでちゃったんです。うわ、あれはそこの茶色い壁も、あ、本当だ、補強されてる、本当だ、危な、じゃあちょ本当ちゃんとしっかりと学ばないと怪我しますんで、はい、あ、掴んでる、掴んでる、後ろで掴んでる、おお、俺ら位置知らねえし、そうそうそう感覚分かんないと、まあまあ感覚で、なんとなくで感覚、しかも感覚からですね、掴まないとね、吹っ飛んじゃいますか私からいきます、こういう形の持ち方は、うん、皆さんね、結構ね、運動がね、こう運動音痴なとこあるんでね、うん、そうなんですよ、こう、あ、巻く感じ、ヤモリみたいなヤモリじゃない、ヤモリ頑張れ、頑張れ、フリーター、いや、フリーザーです、誰がフリーザーですか、で、一応なんか3歩半ぐらいで回るらしいですよ、はい、3歩半ぐらいで行くらしい、3歩半ぐらい、3歩半、大きめに行くのか、じゃあ一回さ、ほんの横にさ、一緒に並んでさ、ゆっくりゆっくり一緒に行く、あ、なるほど、なるほど、1、2、2、3、結構でかいな、あ、最後めっちゃ何もなかった、どうした、何が起きましたか、いや、ちょっと勢いよくやった時にブンって、ああ、体が反応がね、反動がすごいですよ、なるほど、なるほど、勢いでいかない、勢いでいきます、後ろにグッて、グッと、おおおお、いいですよ、めちゃくちゃ笑ってるめちゃくちゃ笑ってるじゃん、抜けたんじゃないですか、めちゃくちゃ、まあまあ、いい感じで徐々にね、掴まないと本当に反動で自分の体がいきますよ、移動するから、なるほど、うん、よし、ここは俺にやらせてくれ、ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやる、よし、フラグだ、フラグ右手でしっかり来たんで、今の位置そっから行って、かっこいいよ、かっこいい、かっこいいですよ、山口さん、1、2、3ではい、こういうことですね、おおおお、あ、いいよいいよ、もっと早く、もっと早く、おお、いいいい、下も掴みたいぞ、下も掴みたいぞ、下も掴みたいぞ、下掴めない、下も掴みたいぞ、下の、もっと早く、もっと早く、あ、いけたいけたいける、いいんじゃないか、あ、いいんじゃないか、オッケー、おお、さすが、腰どうしました、山下さん、なんか、毎回ここにぶつかるたびに栽培マンが捕まって自爆してるぐらいの痛みがある、そんなに痛いの、10発くらい耐えたの、痛い、結構痛いぞこれ、結構痛い、ダメージあるんですね、まあ、俺はな、青鬼プロダクション投げる廊下全力疾走してたって、いや、大丈夫大丈夫大丈夫、大丈夫、変な優しさ、いや、絶対飛ぶぞ、はい、行け、さあ、野沢さんのチャレンジ、さあ、ゆっくり、ゆっくり
噛んでいって怖えな、うん、あ、やっぱ怖い怖え結構スピードが出る感じなんですね、なんか出てっちゃうんじゃねえかって思うな、うん、思うの恐怖だね本当に掴まないとね、ちょっと怪我しちゃいそうなんでね出てっちゃうかもしれないですよね、うん、いや、まあ、いや、そんなのやめてくださいそれはあの、そういうふうにやめてください大丈夫、後に取ってあるんですよ取ってあるのそうなの、はい、以上じゃあ、セルさん行きますか何そうだな、後に取ってるからな何を指してるのあ、でもいいよ、サマにはなってますよおおおいいおおいいおおこれそういいいいおおいいおおおあ、いいいいいいですねおお、すごい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 うまいうまいうまい早いの一番うまいあ、すごいすごいすごいうらあ、意外だな意外とねセルさんはい、レスラーいけんじゃないねもうやめてうちの団体来た方がいいかもしれないあ、早速スカウトがもうコスチュームもできてるしそうですねだって全国じゃなくて世界を征服する時が来たんです調子込んでなったすぐバレたそう、だってねあのリングに上がって1回まではセルゲームの例えしてませんからね確かに確かにまだ言ってねリングの上に立ってるのにもまだ言うタイミングじゃないあ、でもまあでも全員うまかった大丈夫ですから次のやつ、次のあれいくか全員ベイタさん、まだですね俺、目に見えないスピードでやってないやってませんでしたよ、見えてましたよやる、やるかはい羽根かきもロープ分かんないけど、そこから1、2、3でもはっ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 アスリカだなアスリカだなシリカこれはすごいなこれこの距離の走り方がなんだもうこれ見ねえな走り方が気になっちゃって何飛んでたんだ俺飛んでたの飛んでました今おめだけどうでしたロープワーク難しいですねいや難しそうでしたねタイミングとか喋ってる時間はないんで次はおいスパルタだなおいスパルタだなあの受け身まあプロレスってやっぱ受け身ができないとどうしてもできないんで、まあ、そうですよね柔道からやる回転受け身ってまあ誰でもできるんで誰でもできるのかもう本当うちの選手じゃないレフリーでもできるんでレフリーでもできるんで民族とかちょっとそこ対角の方に行くんで大丈夫大丈夫じゃこっちからあっちまでえ飛ぶ？え何？俺の瞬間の見えるか？あれ一人ピンポイント瞬間移動回転を見ます。はい。うまい！戻った戻った。え？なんかそういうことか。なるほど。回転。お？飛び込む感じ。飛び込む。まあ飛び込めなくても、あのまあ柔道も。ね、教えて、島根さんにちょっとうまく教えてもらえればコーチの例えばですね、こう肩幅に開きます、はい、で左足を半歩出しますで右手を同じ方向へついて左手を受け入れて首を中に入れますわかりますこうついてこうで前へ前へ上がってはっえどういうこといきますよ肩幅に開きます左に半歩出します右手をまっすぐ出します左手を内側に回します首を外へ出さずにこう中へこの手と手の間に入れて回しながら首入れながら前回すおおあなんかまあまあわかりますあなんかわかりますなんか斜めにまた足を広げましょうオッケー。半歩出して、右手をつく。そう、左手を逆半分につくと、で首を相手と向かえ。そうそうそう。おお。オッケー。できてた。あ、綺麗でした今。できてた。でっけえ手が。手がでかい。今ビビるよ。手がでかい。そうですね。なるほどね。うん。自信ないですよだって。大丈夫。どこ頭張りながら前回る。ちょっとおかしいけど大丈夫ですか？ちょっとおかしいけど。ちょっとできるかしらね。前回。あ、そう。まあ、できた。よいしょ。よいしょ。いけないいけないいけない。ベイスターさん、あの、みんなできてるんですよ。何？そう、セルは。当たり前だ。大丈夫。大丈夫。できる。あ、
のお皿かな。だ、いいですか。いいです。片方左手、はい。左足半歩、左足半歩。左足ですよ。左足ですよ。右と左。逆。バカなのか。お前。右足半歩。右足半歩。だから左手を、右手を逆手に持ってる。さあ、ということで、ロープワークと回転受け身ね、体験させてもらいましたけども、と吉田さんから見てどうでしたか。やっぱりセルさんがみんなやっぱり、モノマネ上手いだけあって、モノマネじゃない、ご本人さんです、はい、みんなやっぱりやる気があるんで、まあ、できたんじゃないかなって思いますね。嬉しい。なるほどね、意外とセルさんがね、そうだな、当たり前だ。ロープワークも上手で、まあ、彼はもうそのままうちで引き取ってもいいですか。あ、これじゃあぜひ引き取ってくれ、今日置いて帰るんで。引き取ってくれ、コスチュームも出てるんで。コスチュームではない、これは私の体内。まあ、せっかくなんで今日の締めと言いますか、まあ、トータルして今日の、まあ、MVP のやつはご褒美を、で逆 MVP のやつと罰ゲームっていう形で、皆さんの中でね、はい、MVP と逆 MVP で決めましょう。なるほど、できてないやつ。逆 MVP はじゃあセールさん、はい、いやだシンプル言わねえだろセール、そんなこと。いやだいやだどこのセリフ、どこのセリフだよそれ。みんなの満場一致言わないでしょ。じゃあ逆 MVP じゃってるやっぱプロレスで向いてるから、やっぱりね。なるほど、そうですね、それもありますね。やっぱ声出すのは重要なんだ。なるほどね、なるほど。じゃあ MVP は MVP ご褒美なんだ。まあ、ご褒美があるみたいな、僕もご褒美は分かんない、分かんないらしいんですけど。あ、ご褒美、ご褒美ちょっと発表してもらっていいか。ギロチンですね。ギロチン、死刑ってことって。え、あの、死ぬってこと、ま、マリー・アントワネットとかがされたと言われる。昔から、昔のあの処刑の、え、技があるの。ギロチンドロップっていう技があるんで。あ、はい、ギロチンドロップ、なんで MVP なの。なんで MVP がやるの。 MVP ですよ。あ、でも一番頑張ってたの、はい、もう一番。いや、待て、いや、なんか、やりなかんだね。いや、全部好きしてくれて、意味がない。いや、待て、これは、今日だけじゃなくても今までのやっぱり、いつもありがとうございます。いやいや、そう、いつもありがとうございます。安心してますけど、はい、貴様がやっぱこうやってるから、やっぱりそうなんです。ギロチンドロップを聞いてからそうなりましたね、僕ね。ギロチン、いやいや、ギロチン、よいしょ、ギロチン、よいしょ、よいしょ、マジか、おい、マジで。お願いします。いやいや、見たことない死に方だ。取り次ぎ舐めんな。何を考えたの。